三加とは、部派仏教における、世界を荒らしめる、一切法を分類した三半中、五運、十二書、十八回を言う。おさむ、ところ、回、または影、回、入りと略すこともある。また、六根、六教、六式の三半中を言うこともある。五運五運とも、人間の肉体と精神を五つの集まりに分けて、示したもの、十二書。 または十二入りから十二の近くを生じる場、六根、六世界。後に、ところの字をつけて呼ぶこともある。目、耳、美、絶、身の五つを五根と言い,い、人間の感覚能力すなわち五感であり、意は認識する働きのよりどころとなる感官である。六根がその対象に対する執着を断って、清らかな状態になることを六根正常、または六根清しという。 色も参照また、五根に対応する境の部分を五境、そこに生じる欲を五欲と表現したりもする。十八回から十八の近く認識の要素。六根、六境、六式。後に、回の字をつける。六根、六境、六式の十八回を数え上げるのは、主観の心が客観の対象を捉えるのは、それぞれの機関を通じてである、という考えに立っている。見る心は、 視覚器官を通して色、形を捉える。聞く心は聴覚器官を通じて音を捉えるといった具合である。眼識自識美式、絶式、真式を前後式と呼び、それに対して意識を第六式と呼ぶ。前後式は現在の対象に向かってしか働かず、過去や未来の対象には働かない。それに対して意識は過去。 現在、未来の対象に向かって働く。すなわち過去を追憶し、未来を予想することができる。前後式の対象は、顔式ならば、色、自式ならば、声に限られるが、意識の対象は法のみならず、すべての法にわたる。なお、意識は、前後式を統括するものではない。阿弥陀マ仏教では、心のあり方を、この六式に分析するが、有意識派の仏教では、 それに第七式としてのマナ式、第八式としての荒屋式を加えて八式とする。十二書、十八回については、下表の通り、式も、三照神と意図式とは、顎以来、同義語と返されている。それは五運であれば、式をさむ、十二書であれば居所であるが、十八回で、言うと七神回となる。一回は、現在に働いた六式が、次の切な過去に去ったとき、 それが引き続いて、現在に正規してくる、次の式の拠りどころとなる、五運、十二書、十八回の関係五運、十二書、十八回さらに経典によっては、下記を加える、ありがとうございます。